ドジャース大谷翔平投手のお宝の高騰が止まらない50号を放った際のホームランボールが11日日本時間12日午後2時半時点でオークションで170万ドル約2億5400万円に達した写真年俸100億円超えでも誰も彼だと気づかない大谷翔平ラフな姿で束の間のオフ満喫 大谷は9月19日、同20日のマーリンズ戦の第5打席に左越え50号を放った。この試合では6打数6安打3本塁打10打点2盗塁と躍動。50本塁打 &50 盗塁、50から50という節目に到達した記念球は、スタンドにいた男性ファンが抱え込むようにして確保した。球団は30万ドル、約4500万円。 お提示したが交換に応じず27日同28日ニベ米オークションサイトゴールディンに出品されていた米国でスポーツデータを提供するコーディファイ・ベースボールがなんてことだとして現状を伝えるとファンはもうすぐで彼の年俸に届きそう誰か彼のために買ってあげて来年60から60を達成するだろうから価値がなくなるだろう ドジャースのオファーを笑ってしまう。すごっ。今後の活躍でまだ上がりそうですね。すごい金額と驚きの反応を寄せた。